バリーさん、いらっしゃいませ。今回バリーさんが訪れたのは今治市朝倉にある人気の観光スポットタオル美術館です。初めてこちらを訪れたバリーさん、タオル美術館のゆるキャラタオリンに広い館内を案内してもらっています。さて、このタオル美術館の人気の秘密は一体どこにあるんでしょうか。四季折々ありますので、季節によってお庭の景色も変わりますし、またギャラリーの方も年に数回入れ替えをして企画展を行ってますので、毎回来られて新しいことを楽しんでいただけると思います。ね、もちろんタール美術館なので、タールはもちろん例えば今治製のものだったり、種類は豊富に柔らかいものからふかふかした吸水性がいいものまで、また薄いものガーデンのものも含めていろんなものから選んでもらえるようにタールは揃えてます。でその他にもやっぱり四国に来られる、県外から来られる方たくさんいらっしゃいますので、2階の物産コーナーには、愛媛のものだけでなくてもいろいろお土産物として買っていただけるお菓子だったりとかっていう物産も置いております。そしてタオル美術館の魅力はショッピングだけではなくて美味しい食事にもあるとのこと。タオル美術館としてカフェとあと中華のレストランがあります。で1階と4階にあるんですけれども、1階のカフェではちょっと落ち着いてお食事していただけるような内容になってまして、あと4階のカフェはちょっと立ち寄れるようなちょっと軽く軽食だったりとかカレーだったりとか置かせてもらっていて、でワンフーチンという中華のレストランに関しましては、しっかりとちょっとしたお客様来られた時にご案内していただけるような内容のレストランだってカフェを取り揃えるようにしております。四季折々の美しい景観、感動を呼ぶ展示、そしてショッピングにグルメと訪れる人を飽きさせないタオル美術館。そんなタオル美術館の魅力を支えているのがここで働くスタッフの皆さんです。入社4年目の森彩香さんは今治出身の22歳。館内で行われるイベントや企画展示など重要な仕事を担当してきました。イベントの企画から準備、そして運営と、森さんは毎日さまざまな仕事をこなしています。多くの人に満足してもらうためには一つ一つが決して気を抜くことができない仕事なんです。今治の特産品であるタオルを多くのお客様に広めたいと思ったからです。吸水性もいいですし、やっぱりタオルは毎日使うものなので、よりいいものを多くのお客様に知ってもらいたいなと思いました。ご予約されて来館されるお客様が多々いらっしゃいますので、そのお客様に伺う内容とかをミスしないようにですとか、あとやっぱり料金を支払っていただきますので、その失礼のないように対応するのを心がけています。今そのプロジェクションマッピングを行ってますので、夜延長営業してますので、そちらのフォローだったり、新しい展示に向けての作業はかなり大掛かりなものがありますので、そちらに気を使うのがすごい大変でした。タオル美術館の大きな見どころとなっているギャラリーコーナー、森さんはここでの企画展示や常設展示にも関わっていて、今やなくてはならない存在へと成長しました。彼女は本当に強いんです。企画展本当に中心になって彼女はやってくださりますし、本当助かってて、ですね、みんなとも仲良く、本当に自分の管理もできてきていますので、
どんどん成長が見えてるのかなと思います。ここの従業員みんなで作り上げていく展示になってますので、お客様にこの展示良かったよとか言われた時はすごくやりがいのある仕事だなと思います。もしこの仕事を続けていたら、現在ですとその上司の方にその分からないこととかを聞いて行うこともあるんですけども、10年後となりますと後輩の方もたくさんいらっしゃると思うので、上司に聞くのではなく物事の判断ができるようになってたらいいなと思います。自然豊かで美味しいものもたくさんありますし、やっぱりしまなみ海道の景色がすごいいいなと思いますので、そちらを進めていきたいなと思います。いいところ、もちろん住みやすいですし、気候も温暖なので他の県に比べれば災害等々も全然少ないですし、住みやすい、もうそうです、住みやすいというところもありますね。やっぱ人が温かいのかなとは思います。はい、今治の恵まれた環境の中でタオル美術館の素晴らしい先輩や仲間たちに囲まれながら、森さんはこれからも毎日生き生きと仕事を続けていきます。今治はすごくいいところなので、一緒にタオル美術館で働いてみませんか。新しい風を吹かしてくれる方、このタオル美術館で働いてみませんか。皆さん待ってます。